ダコタラプトルは、後期白亜紀の北米大陸に生息した、大型のドロマイオサウルス類である。模式標本と参照標本の要素は、後に亀に属していることが判明した。模式標本に指定された個体の比、ドロマイサウルス類重脚類との親和性についての、解析はまだ行われていない。模式種ダコタラプトルステーニ、リコットーラプタースタイニーの系統解析から、ドロマイサウルス科の中では、 火星的な位置づけであるとされる。2005年、サウスダコタ州、ハーディングの古生物学者、ロバート・デ・パルマは多様な恐竜や、その他の動物の化石が含まれた、大規模なボーンベッドを発見した。そこから大型のドロマイサウルス類と推定された、部分的な骨格が算出した。その後、同じ場所でさらにドロマイサウルス類の化石が出てきた。2015年、 模式種ダコタラプトルスステイニがロバート・デ・パルマラによって命名、記載された。俗名はサウスダコタ及びダコタ族とラテン語で泥棒、略奪者を意味するラプターの組み合わせである。種商名スタイニーは古生物学者ウォルター・スタイニーの件名である。ダコタラプトルは2015年にオープンアクセス、またはフリージャーナルで記載された18の恐竜のタクの うちの一つである。ホロタイプ p b m n h p 1 0 1 1 3 t は、後期白亜紀マーストリヒチアン外のヘルクリーク創上部の砂岩から発見された。頭骨を描いた生体の部分骨格で構成される。すなわち同子の一部、十個のおし両方の上腕骨、頭骨、尺骨、第一及び、第二、中手骨、左手の三つの爪、 右の大腿骨、両方の頸骨、右の胸骨、左の胸骨、左の大2、第3、第4、中足骨、右の、第4、中足骨、そして右足の大2、第3末接骨である。後に股骨もその標本の一部として報告された。ホロタイプの骨とは別に、同地域でより華奢な形質を示す。ドロマイオサウルス類の骨が、複数発見されたが、これらも、 ダコタラプトルに属すると診断された。これらには、p b m n h p、10. 1 0 1 1 5 t 右頸骨、p b m n h p、10. 1 0 1 1 8 t 融合した左虚骨と小骨が含まれる。クーベップ152,429は、ダコタラプトルの股骨と同定されていたが、現在は、基地のダコタラプトルの標本群から除外されている。これらの化石は、 パームビーチ自然史博物館のコレクションの一部である。他には、クーベップ156,045、タンリバ、および NCSM13,170、またボネが報告されたが、これらも現在は、ダコタラプトルから除外されている。ダコタラプトルは、例外的に、大型化したドロマイオサウルス類の一つで、全長は5.5メートルに達したと推定されている。 2016年に行われた推定では、全長4.35から6メートル、体重220から350キログラムとされた。これは、史上最大のドロマイオサウルス類として知られる、ユタラプトルに匹敵する推定値である。しかしながら、ダコタラプトルは、ユタラプトルのようなプロポーションや適応性ではなく、より小型のデーノニクスに近いものである。 エミリー・ウィロビーによる生体復元図。2015大型化とは別に、2015年の記載では、いくつかの追加の特徴的な形質が示唆された。第4子の爪において、剣の付着部となるコブが小型化している。第4末節骨の外側先端に向かう、側の血管口は、その長さの半分以上が完全に骨に囲まれており、筒状構造を形成している。 甲子の第二抹折骨と第三抹折骨の下面には鋭いキールが存在する。第二抹折骨のシックルクロウは大腿骨の長さの29%に相当する。頸骨の裏側には繊維紋がある。これは細長く門の長さの9%以下の高さで構成されている。この繊維紋の上端はフックで完結する。第二、中手骨では、 指に接する二つの関節球のうち、内側の関節球が、外側の関節球とほぼ同じ大きさである。第二、中手骨の外側には、第三、中手骨と接続する人体のための浅い溝があるが、第二、中手骨の外側には、第三、中手骨と接続する人体のための浅い溝がある。全種を平らな状態で見ると、第二、 中手骨の手首関節と上軸の間の円が上面紙においてまっすぐである。歯は公園に5ト、mm、ルあたり15個から20個、前縁には20個から27個の歯がある。脊柱基地の部位を示した複合骨格図同士は高度に眼球化しており、多くの空撃を示すスポンジ状の骨で満たされている。オシーの全関節突起は非常に慎重しており、 約10個の椎骨にまたがる、推定長は70センチメートルとなっている。これにより尾が硬く強化されている。全史事実上すべての他の獣脚類と同様に、ダコタラプトルはおそらく肩甲骨に関節する、また骨、または鎖骨を持っていた。獣脚類のまた骨は非常に多様で、ほとんどの現代の鳥類が持っている強く U 字型のまた骨とは、 異なることが多い。もともと、ダコタラプトルの股骨として同定された標本は、U 字型、または V 字型で、ベロキラプトル用な他の多くのドロマサウルス類に似ており、大型のスピノサウルス類であるスコミムス2さえも似ていた。2015年のビクトリア,アーバーラによる研究では、推定されるダコタラプトルの股骨は、実際には、亀の一種であるトリオニケリス類のアクセステミスの、 内復興の一部であると示唆された。2016年、デパルマラは、ダコタラプトルに属するマタコツ要素は、実際には一つも知られておらず、派生形質から除外した。他の恐竜と比較して提案されたマタ骨。このマタ骨は後に、トリオニケリス類の要素であることが示された。ダコタラプトルの記載論文では、翼がフィーチャーされている。ここでは、ダコタラプトルは飛べないので、 機能とは無関係な解剖学的な説明用語として翼ウィングが使用されている。これはダチョウやエミューなどの非非症成長類の騒動機関を翼と呼ぶのと同じであり、長い羽を備えた前足を表現しているに過ぎない。翼の骨の多くが発見されているので翼の完全度は非常に高い。上腕骨は比較的細長くやや内側に曲がっている。 最も顕著な解剖学的特徴は、尺骨過端の隆起に沿った非常に顕著なコブの列である。これらは、尺骨乳頭、または、うじく竜と呼ばれる。鳥類をはじめとする恐竜において、これらの突起は、ウジクの付着を強化するための基部である。羽の突起がある場合は、その動物が翼の上に長いウジクを持っていたことを強く示唆していると考えられている。 羽の痕跡は化石記録では珍しいので、古生物学者は主に系統分類に頼って、その種が羽毛を持っていた可能性が高いかどうかを判断している。ガコタラプトルは、ウジクリュウの存在も手伝って、紛れもなく目立つ羽毛の翼を持っていたことが確認された。そしてこのタイプの羽毛を持っていることが判明した、獣脚類の中で最大のものとなった。ダコタラプトルの羽毛は、 直径約8から10ミリメートルでかなり大きいことがわかる。完全な羽根列には対応する尺骨乳頭が15個含まれているのではないかと推定された。尺骨の長さは36センチメートルで頭骨は32センチメートルである。手の骨を見るとその関節に可動性がなかったことがわかる。 ダコタラプトルのウィングスパンは120センチメートルと推定されているが、この値には手から先の初列風切りは考慮に入れられていない。講師ダコタラプトルの足の爪全体的に後足は長く軽量な作りであり、ユタラプトルのような短く重厚な後足とは対照的である。ダコタラプトルは俊敏な小型のドロマヨーサウルス類によく似ており、走ることや、 追跡補色に適していたと思われる。大腿骨の長さは5 5 8ト、mm、ルユタフラプトルと比べて短く、構造も軽い。それとは、対照的に頸骨は、やや細長い。ホロタイプの頸骨の長さは6 7 8ト、mm、ルで、基地の中で最も長いドロマイサウルス類の頸骨である。頸骨は、大腿骨よりも22%長く。 優れた走行性を示している。頸骨の四条門は鋭角なアングルを前に向けている。頸骨の繊維以上突起は上を向いた針状突起で終わるのが特徴で、重脚類全体に共通する特徴である。足首上部の骨である虚骨と小骨はバンビラプトルと同様に融合している。小骨の上部には飛骨との接触面がわずかにあるだけで、この飛骨は カタンが非常に狭くなっていたことがわかる。中足骨の長さは推定で3 2センチメートルであり、他の後足の骨と比べてかなり長くなっている。ダコタラプトルの足の爪には典型的なドロマエオサウルス類の第2子の抹節骨、つまりシックルクロウが備わっており、獲物を殺したり、押さえつけたりするために使用されていた。直径は1 6センチメートル。 外側の曲線に沿って測定した長さは2 4トルと大きく丈夫である。これは大腿骨の長さの29%に相当し、デーノニクスでは23%であるのに対し相対的にも大きい。爪は横方向に扁平で、断面は液的状である。基部近くにある大きなコブが屈筋の付着部として機能しており、 それが大きければ大きいほど切り裂く力が強かった。ダコタラプトルの屈筋結節は他の基地のドロマエオサウルス類の爪よりも全体的に大きなもので潜在的にこのグループの基地のメンバーの中で最強の殺傷能力を与えている。第3種の屈筋結節はほとんど存在せず他の恐竜に比べてサイズが非常に小さくなっておりその爪の使用量が より少ないことを示唆している。これらは爪の骨診であり、生体では角質の鞘で覆われていて、爪はさらに伸長され、先端もさらに鋭くなっていたと考えられる。第三種の爪も先が尖っているが、先端から関節までの長さが 7cm、曲線の長さが 9cm とかなり小さくなっている。先端に向かって外側にある溝の先は、 骨の筒状になっていて、珍しい状態である。ダコタラプトルと他の大型ドロマエオサウルス類のサイズ比較ダコタラプトルは、ドロマエオサウルス類に位置づけられる。系統解析では、ドロマエオサウルスの姉妹群であることが示された。ついで、ユタラプトル、アキロバトルと近縁な位置に置かれた。ハートマンラの2019年の研究では、ダコタラプトルは、ウネンラギアカに配置された。 もしこの研究結果が正しければ、ダコタラプトルは基地の中で最も北に生息したウネンラギア科である。2019年のフィリップ・カリーとデビッド・エバンスの研究では、ダコタラプトルは再びエウドロマエオサウリアに含められた。また、ホロタイプは1個体分ではないと示唆された。シンスキーラはディネオベラトルの記載論文の中でダコタラプトルのこの位置を支持しているが、 ダコタラプトルはキメラである可能性が高いことを指摘しており、この分類群の潜在的複合性から、この配置はあまりにも規定的であるとの疑念を投げかけている。アケロラプトルはヘルクリーク層の別の重脚類で2013年に、歯骨、上顎骨、いくつかの歯に基づいて命名された。アケロラプトルは歯に複数の粒気があることなどを固有派生形質として記載された。 アケロラプトルとダコタラプトルの唯一の重複する特徴は歯である。しかし、アケロラプトルはかなり小型で、歯間に縦の隆起がある点だけが、ダコタラプトルとの違いである。アンドレア公は、ダコタラプトルは大きさの異なる複数の個体から知られているが、小さい個体の中には完全に成熟したものもあり、この大きさの違いは、 ダコタラプトルが単にアケロラプトル族の別種や大きさの形態変異の範疇であることを意味している可能性があると指摘している。こうによる系統分析では断片的な標本に頼っているが両者の間に密接な類縁関係は認められなかった。ダコタラプトルは獲物の息の根を止める間前足でバランスを取ったかもしれない。ここには犠牲者として オルニトミムスが描かれている。第二足詞の鋭い鍵ギ爪シックルクロウは獲物を倒すために使われ、ユタラプトルに比べて屈筋結節がしっかりしていた。逆に、第三詞の爪は他のドロマオサウルス類に比べて比較的小さく獲物を攻撃するための重要な機能は持っていなかったように思われる。標本の中には剣道な形態と 華奢な形態の二つの形態が存在していた。骨の組織学を研究した結果、両形態とも生態であることが判明したため、いくつかの骨の体格が華奢なのは弱霊によるものではない。個体の多様性や、病理学的な違いがこの違いを説明しているかもしれないが、最も単純な説明は、性的二なりである。どちらの形態がオスで、 どちらがメッスなのかはまだ推測できない。尺骨には幅の広いウージクリュウがあり、これは大きな羽の付着点となっている。ダコタラプトルの生態は飛ぶには重すぎる。このように飛べない形質にもかかわらず、羽毛は退化していなかった。翼の機能としては、卵の保護、ディスプレイ、威嚇、後ろ足で獲物を捕らえながらバランスを取るなど、 様々な機能が考えられるが、これらの機能は必ずしもダコタラプトルが必要とするものではない。しかし、これらの機能は翼を必要とするものではなく、翼を持っていた小型の飛翔動物の祖先から受け継いだ形質である可能性が高いと考えられている。ダコタラプトルはヘルクリーク層で発見された中型捕食動物の最初の例である。 巨大なティラノサウルスと小型のアケロラプトルの中間サイズである。頸骨が大腿骨よりも長いことから追跡捕食者のニッチを占めていたと考えられる。特に群れで協力して狩りをしていた場合は、より大きな植物食動物を捕食していた可能性があり、全長6から9メートルの範囲のアセータイティラノサウルスと競合していた可能性がある。ダコタラプトルは、 ティラノサウルスのほか、トリケラトプス、エドモントサウルス、パキケファローサウルス、オルニトミムスといった有名な恐竜たちと共存していた。ダコタラプトルと同時代のヘルクリーク層の動物賞との比較。ありがとうございます。